ジョン・ギルバート・アレクサンダーは、オーストラリア・シドニー出身の元男子、プロテニス選手。主に1970年代に活動し、4大大会男子ダブルスで2度の優勝と4度の準優勝を挙げた。ATP でシングルス7勝、ダブルス27勝を挙げる。ATP ランキング自己最高位はシングルス8位、ダブルス15位。ダブルス優勝の多くは、 同郷のフィルデントと組んで獲得したものである。1968年にプロ入り。同年にはオーストラリアテニス史上最年少で男子国別対抗戦デビスカップの代表入りを果たす。1974年にはデントと組んで出場した全豪オープン男子ダブルスでボブカーマイケル、アラン・ストーン組を6から3、7から6で破り、3度目の決勝進出にして、 初優勝を遂げる。それから8年後の1982年の全豪オープンで今度はジョン・フィッツ・ジェラルドと組んで出場したアレキサンダーは決勝でジョン・サドリとアンディ・アンドリュースのアメリカペアに6から4、7から6のスコアで勝利。2度目の優勝を果たしている。アレクサンダーはシングルスにおいても全豪オープンで3度の準決勝進出がある。 初の準決勝進出となった1974年、全豪オープンでは、第2シードのジミー・コナーズに6から7、4から6、4から6のストレートで敗れ、2度目の挑戦となった1977年、全豪オープンでは準々決勝で、第3シードのアーサー・アッシュを6から3、6から4、4から6、7から6のスコアで破る金星を挙げるものの、続く、準決勝では、 1> 第1シードのギレルモビラスに4から6、6から1、3から6、4から6のスコアで敗れた。最後の準決勝進出となった1977年、全豪オープンでは準々決勝で当地の英雄である、第4シードのケンローズオールを7から6、7から6、4から6、6から1のスコアで下しての進出であったが、またしても準決勝の壁を越えることはできず、 1> 第1シードのビタス・ゲルレーティス1から6、2から6、4から6のストレートで破れ去った。現役引退後は解説業や女子国別対抗戦、フェドカップのオーストラリア代表監督を務めるなど、更新の指導を続けている。ありがとうございます。